江川にゃピーナッツが好きA ちゃんです。江頭さん、今日は10月30日でして、ハロウィンで盛り上がる池袋に来ましたけども、今日はここで一体何をやります？江頭のコスプレでハロウィンに参加してみたー。これはどういうことですか？もうそのまんまだよ。俺が俺のコスプレをしてハロウィンのイベントに参加する。おい、フリーフラン。これ見て。エガちゃん、そっくりマスク。これは作っちゃったんですか？作っちゃったんだよ。高かったぜ。だけど S。髪の生え際めちゃくちゃ寂しいぜ。確かに。でも結構写真通りで再現してもらったんですけど。マジかよ。俺こんな老けてる？ちょっとかぶってみてもらってもいいですか？あ、いいよ。しっかりしてる。取って入れて出す。ダンダン。なかなかいいと思いますけどね。で、今日はブリーフ団のコスプレをして参加することにした。ブリーフ団のコスプレっていうのはこのまんま。このまんまなんですね。ただハロウィンのイベントの方からブリーフ NG と言われてまして、ちょっと短パンになってます。厳しいぜ。ただ一つ問題は、ハロウィンってこう人気のあるキャラクターをみんなコスプレするじゃないですか。江頭さん、若い人に人気ないじゃないですか。それ言うなよ。へこむ。だからこれ江頭さんのコスプレとブリーフ団で行っても全然人集まんないっていう可能性もあるぜ。さっきちらっと見たんですけど、人めちゃくちゃいっぱいいまして、結構人気のあるキャラクターとかは行列できたりしてるんですよ。ただ全然人気ないキャラクターはポツンとしてました。やばいな。ちょっと行ってみますか。よし、頭のおかしいお前ら、エガちゃんハロウィン突撃じゃー。じゃあ行きますか、東さん。おんで、俺たちのコスプレがどのくらい人気があるかちょっと検証しようよ。だから江頭さんが本人ってバレない方がいいですよね。あ、そうだね。本人ってバレちゃうと江頭さん人気とかになっちゃうから、ちゃんとコスプレが人気があるか検証するってことですね。そうだね。はい。10人ぐらいとかになんか写真撮られたら一応ちょっと人気あるじゃないですかぐらいですかね。はい。じゃあそれぐらいを目標にいきますか。いきましょう。やってきたのは日本最大級のイベント、池袋ハロウィンコスプレフェス。まずは会場の一つであるサンシャイン60の大階段へ。いや、今のところ誰も振り向いてもないです。結構人パンパンですね。かぶり物かぶってる人います。うわ、すごい。どこにしましょう。ここにしましょう。目合ってたのに。でも全然ダメです。笑ってはくれてるんですけど、カメラ構える気全然ないです。やっぱカメラこそを狙いたいですね。そうですね、プロのでかい望遠のこっち見てましたよ。全然取ってくれなかったっす。あ、こっち見た、こっち見た。ブーブーブー。すぐ行ってください。どうしました？いや疲れた。最初は結構スルーされてましたけど、途中で何枚か写真撮られたりみたいな。みんななんか笑ってはくれてるんですけど、うん、写真までは撮られる。でちょっとこの後パレードがあるらしく、うん、ちょっとそちらにも参加できるそうなんで、ちょっと行ってみますか。分かった。はい。じゃあガシャさん、この後パレードですけど。そうだね。その服で行くってことですか？そう、はい、俺が新宿タワーレコードで裸になって新宿署に捕まって、その後解放されて記者会見を行った時の俺のコスプレ。細かすぎるコスプレですね。うなだれてるような死んだ顔してる時の顔。江頭さんのコスプレ。その時の俺のコスプレ。それピンとくる人いないですよ。かぶるとどんな感じですか？はい。落ち込んでるな。どうしておちに出しちゃったんですか？まだ、はい、事件が解決してないんで、はい、コメントは差し控えさせてもらいます。もうそのようなことはやらないですかね？失礼します。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。はい、どうぞどうぞ、かっこよくないでください。みんな知ってる次のショットですいません、ニコ生です。ニコ生放送してます。お願いします。ダメでした。ありがとうございます。生放送なのにありがとうございます。いつも見てます。ありがとうニコニコ生放送の公式放送です。生放送公式です。生放送中です。ありがとうございます。生放送中です。公式です。あ、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。東野さんパレード終わりましたけどっていうか東野さんドーンやって、うん、その後いろいろやった後、うん、謝罪のポーズやってたじゃないですか。あれ誰もわかんないと思いますよ。あれで、あの会見のだって思う人0人ですよ。何やってんだろうっていう。この T シャツは効果なし？効果ない。東野さん、今までちょっとやってきましたけど、ひょっとしたらこれ江頭さんって本人って気づいて写真撮られてるっていう可能性があるんじゃないかと。そうなんだよね。でまだブリーフ団がいるからまた本物っぽさがちょっと出ちゃってるんじゃないかと。なるほど。っていう説もあるので、ちょっとこの後江頭さん一人で行ってみませんかという。うわっ。そうだね。江頭さん一人でちょっとポーズとかやったらもうで、しかもそれ着てたら結構リアルに。一人で寂しいおじさんがやってるっぽくなるから。映画チャンネルファンの俺がやってるっぽいと見える。わかった。行ってみますか。じゃあやってみよう。江頭さん、一人で行ってきてください。よし。じゃあ行ってくるよ。たどり着けるかな。そういうことね。あ、ポツンとしてる。一人で佇んでますね。あ、行ってる。どうだ。こっち入れて出すやれる。やれてない。ちょっと待ってね。あれ。あ、ラッペ。あ、周りがちょっと。誰も来ない。あれ。あ、行っちゃった。あれ。あれ。ちょっと待って。嘘。一人になったとか。偽物感が。やっぱ。偽物感がすごい。一人になると偽物感すごい。これもまずいじゃん。これは東野さんのコスプレ需要ない。全然需要ないですね。ちょっと。普通にやばいやついや、そうですね。確かに。かわいそう。かわいそうな、ちょっと。俺のタイプだ。何もしなきゃいけない。バイトの時間だ。人気がなさすぎてもうすげえフラストレーションが溜まって爆発したー。またうちのスタッフも謝罪に行くの。ガシラさん、あ、コスプレじゃないですよ。誰も振り向かないんだもん。寂しくて。しかも2人の女の子、座ってる子、ガン飛ばしてきたからね。って俺に向かってくるんだよおじさんうざい結局何が何だか分かんないですけどとりあえず江頭さんが江頭のコスプレで行ったらこうなったってことですお前らハロウィン素敵だけど俺のコスプレだけはやめた方がいいよね。